私はこれから旅に出ます。どこか遠い旅に出ます。ジャックさんの戦いぶりを見ることはできませんが、あなたの前に父上の仇が現れたとき、どうか強く戦い抜いてほしいと願います。たとえそれがガウェインという男であったとしても、友人としてあなたが見事に父上の仇を討たれることをお祈りしています。それではまたいつか。あなたの抱擁、ガンツローとシルト。強いな、団長。夏目殿、我々はいつまでここで見張っていればいいのでしょう。レナード、何度同じことを聞けば気が済むのですか。はあ、かれこれ24回目かと。分かっているならおやめなさい。我々はリドリー様を取り戻すまで決してここを離れないのです。取り戻すも何も、リドリー様が出てこないことには。それにここからじゃ手出しできないじゃないですか。じっと待つのです。もういっそのことを砦に切り込みましょうよね。俺はもういい加減待ちくたびれてやってられます。たく、人間と来たら。失せろ。私たちにはお前たちに構ってる暇などないのだ。うるさい、リドリー様を返せ。ここは私に任せてもらおう。先に行け。頼む、ガウェイン。ガウェインだって？あなたはカリン王。そうだな、そういう呼び名もあった。なんてこった。リドリーを連れて行きたかったら私を倒すことだな。黙れ裏切り者。騎士の面汚し、私の剣のサビにしてくれる。レナード、続きなさい。おう。安心しろ、大した怪我ではない。まあ、しばらくは動けんだろうが。リドリー。誰だこんな時間に。
前なのか。なんでこんなところに。まさかお前逃げてきたのか。そうなんだよな。いや、それでいいんだ。よく逃げて。違う。え、町は警戒が厳しい。中に入れてもらえないか。ああ。すまないな。相変わらずというか。俺の部屋なんかどうだっていいだろ。もっと大事な話がたくさん。たくさん。話したいな。なんでお前ヘレンシア砦なんかにいたんだ。なんだ、私に助けられたことがそんなに不満だったのか。そうじゃなくて、なんでガウェインなんかと一緒にいるんだ。なあ、どういうつもりなんだリドリー。本気で妖精と一緒になって人間と一緒にやってきた仲間と戦うつもりなのか。どうなんだよ、答えろよ。私は私の使命を果たす。ただそれだけのことだ。使命？使命ってなんだよ。ジャック、よく聞け。今この世界には歪みが生じている。それも取り返しがつかないくらいの。全ては人間の愚かさのためだ。世界の歪み？その通りだ。私はこの身に負った責任を果たすと決めた。なあリドリー、お前やっぱりなんか変だよ。妖精に操られてんのか、それとも玉継ぎのせいなのか。玉継ぎか。今となってはそれも運命だったと感じる。やっぱりそのせいなんだろう。分かった、一緒に病院行こうぜ。見てもらえばなんとかなるって。俺ついててやるからさ。いや、それは無理だ。なんで。それはそうと、先日ガンツ団長と会った。え、団長と。覚えているかジャック、私が玉継ぎをすることになった理由は。ああ、もちろんだよ。ブラッドホークと戦う羽目になって。団長は私に教えてくれた。あれもまた人間のせいだったと。人間も？どういうことだよ。私たちローズコションが戦ったオーク、あれはお前もよく知る人物の差し金だ。とは言っても私たちは巻き込まれただけに過ぎないかな。知ってるやつの？なんだよそれ、どういうことなんだ。それは。あ、おいリドリー、どうかしたのか。おいリドリー、リドリー。ラフェイマークイハサジェクカイフ。リドリー、お前何言ってんだ。デセア、クラマ、コルセク、テム、スル。おい、どうしちゃったんだよ。
リドリー、どうかしたのか、ジャック。どうかしたのかって今の覚えてないのか。またか。最近では当たり前になってしまったよ。こうやって私の体は私のものではなくなってしまうらしい。おい、それって。ジャック、時間を取らせてすまなかったな。私は自らの宿命を受け入れ、正面から向き合う覚悟ができた。ただ最後に自分が人間だと強く感じたかった。私はジャックに会えてよかった。リドリー、お前もしかして。ありがとう、ジャック。ちょっと待てよ。おい、リドリー。てめえはガウィン。リドリー、戻ってこい。そんな奴と行くな。これでも追われている身なんでな。そんなに大声を出さないでくれ。ガウィン。てめえ、人間の癖してどうして妖精の味方をする。ラジアータを守る騎士だったんだろ。昔の仲間を裏切って平気なのかよ。やれやれ、威勢だけは一人前か、ケアンの息子よ。黙れ。父さんの名を口にするな。別に妖精に肩入れするつもりはない。私は自らの宿命のままに生きる。調子のいいことほざきやがって。俺は騙されねえぞ。信じられんと言うなら、そうだな、一ついいことを教えてやる。明日、妖精軍はラジアータに総攻撃をかける。これまでにない規模の戦いとなるだろう。嘘をつくな。そんな情報を敵に教えるわけが。信じる信じないはお前の勝手だ。私はリドリーと共に世界の果てへ向かう。明日は晴れるかな。世界の果て。というわけなんですが、ガウェイン殿が。やはり腰抜けだな、ジャック。なぜ裏切り者どもの逃亡を阻止しなかった。さしずめ、貴様も裏切りに加担し我らを陥れようとしているのだろう。なんだと。おやめなさい、二人とも。ですが、ラク様。まずは四十門の全封鎖が先決です。ジャックさん、クロス、あなた方はそれぞれの隊を率い、協力してルプス門の警備に当たってください。なぜです。なぜこんなやつを。こんなデタラメを信じるのですか。わざわざ敵の術中にはまるようなものです。仮に警備が必要だとしても、ヘレンシア側のフォコンモンこそ死守せねば。